でアメリカとの関係についても聞かれてますね。フィリピン移住したい方から、まあ、対米関係実際どうなんですかと、リアルな、まあ今後の見通しはどうなんですかということとか、まあ、いいの悪いの実際どうなんですかというところなんですけども、まあ、これもですね、今のところ、まあ、マルコス、大統領になってますけども、まあ、当たり障りのない関係というかですね、まあ、フィリピンはこの辺が意外と上手なのかなと個人的には思いますね。思い切りこう、まあ、デュテルテさんの時はトランプに思い切りこうですね、結構噛みついたりとかしてたんですけども、まあ、今の大統領はそういう大きなドラスティックなこう、ね、行動っていうのはなかなかないのかなというふうに思いますし、まあ、アメリカの基地とか、ね、現地にこうやって、近くにもありますけども、まあ、当面大きな動きはないのかなという感じで、まあ、日本よりもむしろその安定しているというふうに僕は思ってますね、国際関係。